はい、アンディです。今回なんですけども、毎月恒例になってきました。ライカに恋してコミュニティのね、投稿写真からの、選抜 MIP 紹介やっていきたいなと思っております。はい、改めましてアンディです。今月の MIP ご紹介ですね。ライカに恋してというコミュニティをやらせていただいておりまして、そちらの、スラックの中でですね、ジャンル別にこう写真を投稿する部屋があるんですけども、まあ、その中から毎月僕とあとも村さんの方で、気になる写真、まあ一番印象に残った写真ということですね、モーストインプレッションフォトっていう言い方をしますけど、その MIP っていうのをご紹介させていただくのがこのコーナーになっております。でちょっとね、まあ、どんな基準で選んでるのっていうところ、一応僕の中、僕なりの基準ですよ。村さんがどう選んでるかはまた別なんですけど、一応ちょっと言語化しとこうかなと思いまして。というのが、まあ、僕が好みな写真だけにしちゃうと、すごいやっぱ偏ってくると思ってますし、まあ、やっぱその僕の好みの写真を撮る方の方が有利っていう感じにはなると思うので、ちょっとそこの軸はなるべく外すようにはして、まあ、若干ね、人間なんで好みは出ると思うんですけど、そこは一応外すようにはしていまして、そうじゃなくて、まず本当にシンプルに印象に残るってことを大事にしてます。なので、まあタイムラインの中でバーッと見ていく中で、ブッって思って手が止まる。まあだから好みが反映されてないとは言わないですよ。絶対入ってはいるんですけども、まあそれとは別軸の理由でもいろいろやっぱ目は止まるので、そういった部分でまずはピックアップすることを大事にしている。で、その考え方でいくと、例えば似たような写真がやっぱ並ぶと、なんていうんですかね、目は止まりにくいと言いますか。風景写真とかはね、結構夕日のすごいやっぱいい写真いっぱいバーってあるんですけど、結局全部夕日の中でコートをつけるかって言われるとちょっとやっぱ難しくなってくるので、そうすると夕日がザンとなくなって別のやつから選ぶみたいなことをやっぱやってるんですよね。で、それは夕日が悪いわけではなく、印象に残るか残らないかっていう軸で考えた時、夕日がたくさんあったのでそうじゃないものが目立ったみたいな考え方、まあ、これの方がまあなんていうんですかね、偶発性をこう要素として入れられるかなと勝手に思ってまして、選考基準の一つっていう感じで思っていただけたらいいのかなと。なので本当にもう自分の好みの写真を出して、その中で目立つか目立たないかっていう運ゲームみたいな要素の方が強い、じゃないとちょっとね、賞レースっていうつもりはやっぱないので、まあ、楽しみながらやっていくってことを大前提にすると、それぐらいのなんか偶発性、なんか運試しゲームみたいな要素の方がいいのかなと僕は思っている感じですね。なので、まあ僕が今担当しています5つのジャンル、葉っぱ、乗り物、でランドスケープ、余計ですね、それから生物、スティルライフで、そしてその他っていうのはこの中に当てはまらない、まあ、10個あるんですけど、そのうちの中に当てはまらない写真でその他っていうジャンルを、まあ、僕の方で選抜しておりまして、残りのジャンルはね、村さんの方のチャンネルでもやってるので、ぜひそちらもねご覧ください。という感じでちょっと前置き長くなりましたけども、今月の MIP やっていきたいなと思います。でまずはね、葉っぱ部門こちらからいきましょう。まず第一候補こちらです。フォトトリさんの葉っぱというかお花というか、なかなかこうアンニュイな印象のね、M10R ブラックペイントで撮影されたズミクロン 50mm F2 ですね、サードのレンズということで、この感じはね、やっぱこう今まである葉っぱの中でのやっぱ見た目のイメージがちょっとふっと変わって止まって、でやっぱこうあえて暗いカーテンの側に花を置く、このなんていうんですかね、見せ方ですよね。これはなんかこう今までにないこう発想で、写真がやっぱ置かれていたので、うっと思って目を留めたっていう感じになります。いや素敵ですね。はい、続いてはこちらマサさんの M11 アポズミクロン 50mm、 いやさすがのアポズミ解像力って感じでしょうか。 F2 で撮影されたということですけども、これはまあやっぱり色ですね、あと構図なんですかね、このやっぱモミジがこう折り重なっている中でそれぞれの独特の色が出てて、いやー正直これはちょっと好みという側に僕が入ってくるイメージですよね。素敵でした。さらに3枚目のエントリーはケンジさん、ライカ Q2 で撮影されているこちらの写真、これもねやっぱね、光の当たる葉っぱを、あえてこう明るい空間の空いてるところに置くというね、で、まあ前後といいますか上下を黒で締めるっていう感じで、これもやっぱりねいい感じの1枚ですよね。まあ、ケンジさんはね、なんといっても僕が葉っぱ隊といってツイッターでずっと遊んでた、投稿の時からのね、まあ、葉っぱの言ったら常連といいますか、なかなかのこう強者ですので、やっぱこの辺りの撮り方うまいなっていうのを思いながら見ていました。で悩んで、めちゃくちゃ悩んだんですけど、今回の作品の MIP 葉っぱ部門はこちら、マサさんのこの1枚にさせていただきました。まあこれはちょっとやっぱりね、
素敵な色味と構図、そしてこのアンニュイな雰囲気、絵画にも見えますよね、ちょっとね。そんななんかね、印象深さを感じたので、選ばせていただきました。投稿ありがとうございました。さて続いてですね、風景部門ですね、ランドスケープというタイトルをつけて、募集しております。こちらの作品、まずエントリー3作品見ていきましょう。まずはこちら、マードンさんのね、海と、鳥の飛び立つ瞬間っていう感じで撮った一枚で、このね、ふわっとした感じはまさかと思いましたが、やはりズマールですね、50ミリということで、いやー味ですよね、すごい素敵、色もいいですね。はい、これが1枚目のエントリーでございます。次のエントリー作品はこちら、カズさんの M11 ユニクロン 35mm。 これはね、鏡面世界ですよね。水に映った反射で、シンメトリー構造を作るっていうことで、色味もまた美しいですよね。これ反射側の方がちょっと赤く出ているっていう感じで、微調整されているのかなとは思うんですけど、この幻想的な雰囲気はすごく好みです。はい、そして3枚目のエントリーはこちら、ダイゴさんですね。ルミックスの S1R バリオエルマリートの2490、この組み合わせで、この色合いがたまらないですね、綺麗だなはい、という感じの風景部門なんですけど、レベル高いっすよね。いや美しいです。これもね、悩み悩みましたが、MIP 今月はこちら、ダイゴさん。これね、タイトルもね、ウィンターオンマーズって、火星の冬というタイトルを多分つけられていて、いやなんか言われると、あそうか、こんな感じかもしれないなって勝手に思うという、もちろん行ったことないんで分かんないんですけど、いやなんかこういう物語を感じさせる、奥行きを感じさせる写真ということで、僕の好みでもあります。素晴らしいなと思いました。ありがとうございました。さて続いて、生物ですね、スチルライフ部門っていう形になりますが、スチルライフはやっぱね、ちょっと難しいですよね。エントリー数もやっぱ一番この中では少ないのかなという気はするんですけども、その中でもやっぱね、どんどんレベルが上がってるなという感覚は本当に強いですね。早速いきましょうか。エントリー作品の1番目はこちらです。チョコチョコさん、ライカ M10R でジミルク 35mm。これですね、水筒なんですかね、ボトルなのかな。すごくこの光沢感といいますか、光の感じ、そしてテーブルにちゃんとね、反射をこう残すという、いやー仕上がってますよね。いやー美しいなと思いました、すごい。そして第2作品はこちら、ともひろさんで、こちらもね、ルミックス S1R ですね、バリオエルマリート。いや SL2470 やっぱ大活躍してますね、すごいですね。この写真はね、パッと見一瞬僕本物の車なのかなと見間違ったぐらいね、まあちょっとちっちゃい画面だったっていうのもあるんですけど、でよくよく見るとこう下に反射もちゃんと入っていて、でまあミニカーなんでしょうね。しかしこのリアリティさはすごく度肝を抜かれましたね、美しいなと思いまして、最後はね、マーボさんのこのライカタイプ240で撮りました、ズミクロン、50mmF2 ということで、これはねちょっともう逆打ちですね、意表をついた感じで、でも日本じゃないですよねきっとね。色味も好きなんですけども、本当にこう電話機、公衆電話ですかね、をバツンと撮って、このグラフィティとかがね、なんかその異国情緒をグッと締めてる感じがして、これは結構目に留まったので、ちょっと選んじゃいましたね。といった感じの3作品なんですけど、いやー、どれも本当レベルが高いですが、今回の MIP は、ともひろさんの自動車を撮った1枚、ミニカーを撮った1枚にしました。これはね、ちょっといろんな角度を見たくなる。やっぱりこれは真横でちょっとやや斜め俯瞰で撮ってますけど、これ本当正面の絵とかね、バックの絵とかもすごいこう気になると言いますか、期待させると言いますか、本当に見たくなる一枚だなと思いまして、この一枚にさせていただきました。ありがとうございました。はい、ということでね、ここまで3部門ご紹介してきましたが、ちょっとね、あまりに尺長くなってきちゃったんで、ちょっと前後半終わりたいと思います。なので残りの2部門はね、明日できれば、間に合わなくても明後日には公開をしたいと思いますので、ぜひそっちも楽しんでいただけたら嬉しいです。こんな感じでね、写真投稿も含め、フォトブックだったり、あとフォトコーターだったりね、いろんなこうイベントをやりながらね、みんなでこううまくなっていこう、写真を上達しよう、楽しんでいこうというようなコミュニティを運営させていただいております。よかったら概要欄からチェックしてみてください。そしてね、チャンネル登録、高評価なんかもいただけたら嬉しいです。それではまた次回の企画でお会いしましょう。